皆さん、こんにちは。今日は、羽生結弦さんのことについて紹介します。まずは、羽生結弦さんの経歴とプロフィールから紹介します。羽生結弦さんは、日本の元フィギュアスケート選手、現在はプロのアスリート。宮城県仙台市出身、ANA 所属。早稲田大学卒業、エグゼクティブプロデューサー、2018年国民栄誉賞受賞。2020年最優秀選手賞受賞、2014年2018年紫綬褒章。2014年ソチ五輪、2018年ピョンチャン五輪に大会、連続オリンピック金メダリスト、2020年主要国際大会6完全制覇を果たし、スーパースラムゴールデンスラム、2014.2017 年世界選手権各優勝。2013.2014 2015-2016 年グランプリファイナル4連覇、2012-2015年、2020-2021年全日本選手権通算6回優勝。世界ランキングは2013-14-2017-18年まで5シーズン連続1位。主な記録は国際スケート連盟公認大会の2016年オータムクラシックショートプログラムにおいて世界初の4回転ループジャンプに成功。 ISU ジャッジングシステムのもとに開催された国際スケート連盟公認大会において史上初めてショートプログラムで100点、フリースケーティングで200点、トータルスコアで300点超えを達成した男子選手。システム時代におけるショートプログラムで 112.72 点、フリースケーティングで 223.20 点、トータルスコア 330.43 点の世界記録保持者。2019-20シーズンの終了時までに世界記録を通算19回更新している。8月4日深夜、突然 SNS で結婚を発表し日本中を驚かせた羽生。しかし気になるお相手は公表されず、吉報から1ヶ月半が経った今も新妻の素性はベールに包まれたままだった。8月4日深夜、突然 SNS で結婚を発表し、日本中を驚かせた羽生。しかし、気になるお相手は公表されず、吉報から1ヶ月半が経った今も、新妻の素性はベールに包まれたままだった。9月19日、山口県の周南市や下松市、高一のニュースを発信している日刊新周南は、有料会員向けのウェブ記事で、高一出身の元バイオリニスト末延真由子さんが、羽生と結婚していたことを実名で報じた。同誌によれば、真由子さんは高一で、長い歴史を誇る末延建設の元社長、松延光明氏の長女。4歳からバイオリンを始め、小中は山口大学教育学部附属校に通い、名門として知られる東邦女子高等学校、東邦学園大学へ進んだ。2008年からは、古立プロジェクトに所属し、バイオリニストとして活躍。羽生とは2019年のアイススケートショーで初共演したという。高一に住む真由子さんの親族に本誌記者が話を聞いたところ、次のような驚嘆の声を寄せてくれた。 SNS でニュースになっていることは知っていますが、全く知らされておらず答えることができません。ただ本当であればおめでたいことですし、すごいなと思います。続けて日刊新周南の担当者に話を聞いた。地元は大盛り上がり、今回のスクープの経緯について伺いたい、関心を持って取材していたところ、信じるに足る情報が取れたため掲載いたしました。まさかこれほど身近な人だとは思いませんでした。末延家は地元の名家だそうですね。亡くなったお父さんは地元の名士でした。テレビ朝日元記者で大下陽子ワイドスクランブルにコメンテーターとして出演する末延義政さんは親族ですよね。義政さんは朝優子さんの叔父にあたります。ウェブの有料記事で公開した理由とは、炎上するかもしれませんからね。真由子さんのご家族など関係者の方にご迷惑をおかけしないようにという思いもありました。スクープの反響はどうですか？おめでたいニュースですからね。地元ではあの羽生さんのお嫁さんなんて、真由ちゃんすごい、真由ちゃん幸せになってねという喜びの声ばかりです。中には実は俺は知っていたなんて声もあります。結婚発表後、羽生の祖母は本誌記者の取材に対し、知りません、相手がわからないのは私も寂しい話ですが、
と話していた両家の親族のためにも、そしてやきもきを続けてきたファンのためにも、羽生本人の口から結婚について語られることを期待したい。羽生結弦の電撃入籍から1ヶ月余り、発表したコメントでは結婚相手について一切言及がなかったことから、一部で新妻探しが盛り上がりを見せた元アイドルやスケーター、ピアニストなど次々と候補が浮上しましたが、どれも噂の息を出ませんでした。世間の関心が高まる中、9月16日に週刊女性プライムが8歳年上の元バイオリニストが羽生の新妻だと報じたのだ。さらにニュースポスト7も同日に、羽生結弦特定された結婚相手は8歳年上美人バイオリニスト、元タレント、身長165センチメートルの才女、共演歴とのタイトルで結婚相手の詳細を報じた。幼い頃から数々のコンクールに入賞するなど実力を発揮してきたバイオリニストだといいます。以前は芸能事務所にも所属し、テレビやラジオ出演だけでなく著名なアーティストと共演してきたとか、フィギュアスケート界とも縁の深い方だといいます。ですが22年11月以降に表舞台から姿を消し、 SNS のアカウントやプロフィールも削除されたそうです。羽生の個人事務所は、週刊女性の取材に対してプライバシーに関わるご質問であり、回答は控えさせていただきますとコメントしている。また女性が以前に所属していた事務所も退所した人のことですので、答える立場にありませんと回答を差し控えたとのこと。一方で女性の母親は同氏の直撃取材に、女性が結婚したと認めた上で、いつかお話しできればと含みを持たせていたそうだ。今回報じられた女性が妻かどうかは現時点では明らかにされていないが、もし本当だとしたら、羽生との結婚のために痕跡を消したプロ彼女であったことは確かだろう。羽生といえば、平昌冬季オリンピック直後の18年2月の記者会見で結婚について問われ、こう答えていた。ここまで応援してくださるファンの方がいて、ファンじゃない方も今回すごく応援してくださっていて、家族を持ったらそれこそ裏切られたとかって言われるかもしれないし、アイドルじゃないですけどファンを悲しませたくないと、アイドルさながらの回答をした羽生。ファンを最優先する姿勢は、そばで支え続けてきた母親の教えもあるようだ。羽生さんのお母様は、彼が幼い頃から献身的にサポートしてきました。それだけでなく、お母様は羽生さんのファンをとても大ごとにされています。例えばファンの方々にリンクに投げ入れてもらったプーさんたちを自宅で大切に保管しているといったエピソードも聞きました。そもそも羽生さんは結婚前から交際報道などは一切ありませんでした。結婚後も様々な噂が飛び交うものの、決定的な証拠は出てきていません。そのことがかえって、羽生さんの潔白なイメージだけでなく、ファンの理想を守ってくれているのです。身を隠しながら羽生さんを支える徹底ぶりは、まさにプロ彼女、羽生さんのお母様が認めた女性ならば、きっとファンを大切にされる方なのでしょう。母と妻に支えられ、羽生は一層の活躍を見せてくれることだろう。国内外に衝撃を与えた表情のプリンスの電撃婚、ハートを掴んだのは、才色兼備のバイオリニストだった男子フィギュアスケート五輪に大会連続金メダルの羽生結弦が入籍を発表したのは8月4日のこと。肝心の相手に関する情報は一切報じられてこなかったが、19日に事態は一転。妻とされる女性の地元紙日刊新周南が実名をスクープし、8歳年上の末延真由子さんと報じた。末延さんは大学卒業後、プロバイオリニストとして活躍しました。目鼻立ちのくっきりした顔立ち、時に黒髪を振り乱して弦をかき鳴らす、エネルギッシュな演奏がファンを魅了しました。10センチ以上も高さがある厚底のヒールを愛用し、身長165センチの抜群のスタイルがさらに際立っていました。一方で、容姿から想像できないほど大食いの一面もあったとか、フィギュアスケートとの関係が深く、2012年に行われた全日本選手権、四大陸選手権、世界選手権のプロモーションアーティストに選ばれています。19年にはアイススケートショー、ファンタジーオンアイスで羽生さんと共演。末延さんは芸能事務所に所属していましたが、現在は退所し、
熱心に更新していた SNS もすべて削除しています。表舞台から姿を消して羽生さんの支えに徹するつもりなのでしょう。末延さんは山口県高一出身。幼少の頃からバイオリンに親しみ、小学生の頃から数々のコンクールで賞を総なめ、磨き上げられた腕前に、あの、世界の矢沢も惚れ込んだという。意外なのは、地元山口を通じて、安倍元首相とも縁があることだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。